えいっす。いや、この前ね、彼女がね、俺が配信、ゲーム配信してる時に、ポテトフライを作ってくれたことがあったんだけど、それでちょっとね、俺もちょっと一からポテトフライ作りてえなと思って、今回、スーパーで先ほど、じゃがいもを買ってきました。放送事故してた。あー、あるかもね。油使うから、あれそうだね。ということでね、なんか、じゃがいもはね、彼女が言うにはね、メイクインを使えって言われたんだけど、ここ見たらわかるけどさ、メイクインって記載されてねえの。多分これがメイクインだろうっていう予想して買ってきた。一からやります、ポテトフライ。理想はマックのポテトレベルの味。これメイクインで合ってんの？いや、北海道産じゃがいもしか書かれてないの。優しい甘さがり、ホクホク食感、コロッケやポテトサラダなどにどうぞしか書かれてない。これ大丈夫だよ。ジャンクフードバリバリのマクドのポテト作る、ほんま今から。ということで、じゃがいもの皮ってまずさ、洗わずやってっていいよね。あ、オッケー、洗うわ。ちょっと洗わなあかん。いきます。ちょっと部屋移動します。これいいか、このなんか米洗うやつにじゃがいも入れて洗えばいいの。目取った方がいいよ。だいぶ食えるだろうな、この視点でいいか。ちょ、カメラアングルむずいな。2カメでやりたいな、味料理配信。あー、なんかあるな、ちょこちょこ。おいおい、ダイエーで買ったんだけど、ダイエーさんしっかりしてくれよ。目ぐらい取ってから発砲してくれよ。フライドポテトなんて原数で、お前フライドポテトもお前批判してんのは、てめえ、お前二度とマクドでフライドポテト食うな、マジで。フライドポテト、そんな栄養のないクソみたいな食事みたいな言い方するやつは、マジで。もう二度とマクドに通わせねえ。あー、めんどくせえ、もういいかな。こんな皮残ってっけどいいかな。もうめんどくせえ。もう4つ目だけど、もう飽きた。じゃがいもの皮、むく作業。まあ皮もうまみだろ、マジで。まあ料理はね、こういう手間暇が大事って続けど、めんどくせえはめんどくせえんだよ、マジで。黙りボケって話だよな。あー、もうジンマシン起きそう。いや、俺高校とかさ、俺工業高校だけどさ、製図の作業とかめちゃめちゃ嫌いだった。製図ってわかる？細かくさ、例えばネジを作るとしたら、そのネジの設計図を作るみたいな感じで 0. 何ミリとかで線引いたりとかして、もう俺嫌いだった、大嫌いだった。吐き気してたもん。1ミリとかでもそう、再提出とかなったりとか、結構厳しいやつなんだけど、机にそういうなんかさ、何ミリ測る定規とかあって、三角定規と三角定規がこうあってさ、こうあって、それをこう重ねて線引いて、何ミリ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 ってやるやつ、あれ大嫌いだったんだよね。とりあえず千切りしましょう。はあ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 、チン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 だな。毒あるよ。いや、目取ってるよ、言うて。いや、言うて取ってる、多分。うん、いや、取ってると思う。いや、取ってるね。まあ、いや、一応さ、雑談しながらではあったけど。もったいないな、ちょっともったいないじゃがいもの切り方してるな。胃腸の歯みたいになってなる。あれ、どう切ったらポテトフライになるんだろう。これをこう切ればいいのかな。なんか胃腸の歯みたいになってる。あ、だけそれっぽい感じになってきた。それっぽい感じになってきた。見て。これ見て。これ多分揚げたらそれっぽい感じ。わかる。これはちょっとダメだな。これダメだけど、マクドのポテト作れそうだよ。この調子で。切っていく。じゃがいもいじめんの楽しいんだけど、包丁で。じゃがいもが、あー、やめて、カイキングさん、あー、命だけはつってところさ、こうやって包丁でザグ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 切り刻んでいく。楽しみなんだ。たまらん。抱き下げる姿を想像しながら包丁で切り刻んでいくの楽しいな。変ないびつな形になったやつもやっていくか。あ、水野カイキ君、芋を生で食ってくれ。まず。すごいよな、芋ってなんでさ、こんな生で食ったらまずいのにさ、焼くっていう考えに至ったんだろう。クソまずい。じゃがいもって生に毒あるの？え、それマジ？え、それマジで言ってんの？俺死にたくないんだけど、まだ。え、それマジで言ってんの？目は食ってなきゃ大丈夫。じゃがいもって俺大丈夫って聞いたんだけど。え、ちょ、真面目な情報ちょうだい。おい、ちょっと待て。おい、待て。おい、ちょ、真面目な情報くれ。ちょっと待て。おい、ちょ、赤。いや、それ、おい、それ、ハワイだ、それ。おい、ちょ、今、ググるぞ、お前。それ、ちょっと待て。おい、ノリで食ってたけど。待て、お前、それはやべえ。今、パソコン開くぞ、マジで。おい、バカ野郎。腹下す程度。いや、腹下したくねえが。ちょっと、一応しないとくか。一応しないと、アルコール消毒してるから大丈夫。ちょっと酒飲んどこう、多めに。ママが言ってた。すべての毒は、アルコールで。直すことができるってママが言ってたから。じゃあ今日たらふく酒飲めば治るってことか。笑いねえぞ、マジ死んだら俺。これお前
これがさ、お前葬式でこの配信流れてみるよ、お前母ちゃん泣くぞマジで。パンツ一丁で息子がさ、じゃがいもの調理しててさ、その間にスパチャに答えてじゃがいも食ってさ、死んでる姿見たらさ、お前母ちゃん泣くぞマジで。包丁気をつけて。だから俺は飲食業に8ヶ月働いてた男だぜ。今さら包丁に気をつけてくださいよ。そんなザレ言述べてる。あ、俺の酒どこ行った？あれ？俺のハイボールここに置いてなかったっけ？俺のハイボールはどこ？あ、ここにあったわ。さっきパソコンのところに置いてた。俺のハイボールどこ行ったかなと思った。マジで焦ったわ。それ俺のハイボールマジで消えたかったから。ということで、今からガス通したんだよ、ちゃんと。まず換気扇換気扇を回してからの火を入れる前にまず油入れなきゃな。油入れてから油をトク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 、どれくらい入れたらいいかな。やっと油の作業よ。もう何分かかった、これ配信して82分かかってんだけど、1時間20分かけてポテトフライ作るやつって相当だよ。これぐらいで十分だ。もうちょっと入れとくか。これぐらいで、まあまあそれなりに浸るぐらい。家の火つけ、ガスつけたことないからつけ方わかんねえ。あ、ついた。いや、彼女がいつも家で料理してんだけどさ、俺ここの火使ったことねえから。俺自分家で料理したことねえんだよ。初めて今火使って、自分家で。彼女がずっと料理してるから俺んちは。あ、待って、携帯の充電 10%、 ちょっと携帯の充電器取ってくるわ。ちょっと待って、油結構熱くなってる。いろいろ待って、ちょっと待って、一回油切る。温度一回切って、で携帯の充電に専念する。配信が切れちゃうこのままだと。ちょっと待って、携帯の充電が 10% だ。ちょっと待って、これ充電できてるかな。とりあえずちょっと一回火消した。味付けどうしよう。味塩使うか。実はさ、岩塩買ってんだよね、これ。ヒマラヤ岩塩買ってんだけどさ、これ見て、こう本物のヒマラヤ岩塩買ってんだけどさ、じゃあヒマラヤ岩塩で味付けしようか。やっぱポテトフライには塩がねえとさ、もったいねえから。もうちょっと高温で揚げるか。ちょっと少しずつ揚げよう。ちょっと怖いから。これで、あーつ、あーつ。これ待機、配信時間103分にしてやっとポテト揚げてるわ。すまんな、待たせて。やっとポテト揚げ始めたわ。その時間かかっちゃったな。結構いい具合じゃね。いい感じだよね。これぐらいで揚げるか。あー、ポテト落としちゃった。あー、ちょっと待って、油が足に引っかかった。その熱っ、何この箸、こんなの俺落とした。ふざけんな。ちょっとやべ、焦げてる。ちょっとやべ、ちょっと、はあ、命がけでポテトフライ作ってる。マジで怖え。油ちょっとちゃんと熱っ、こうやって落として、こうやって、どう、ちょ、めっちゃ油びちょびちょ。キッチンペーパー油びちょびちょで草。ちょ、キッチンペーパー取り替えようかな、マジで。結構量あるな、ほんで。あー、怖っ。赤いマントの配信してる時並みに怖い。怖っ。おしっこしてからキッチンペーパー変えて岩塩振っていく。で、これにヒマラヤの岩塩を削って入れる。この岩塩をこっちか入れていく。これはうまいだろう。塩ちょっと塩分足りないなと思ったら、もうここら辺の味塩追加するわ、めんどくせえから。ちゃんと120分かけて作ったポテトフライいただきますか。ということで、いただきます。もうちょっと塩かけてもいいかな。うまいけど、もうちょっと塩かけたい。結構気づいたら少なくなってる。ここ山盛りにあったよな。いや、作ってみたらわかる、うまい。まあ1時間半なんとか時間作って、ポテト買いに行って、メイクインな、ポテトメイクイン買って、まあ俺がこの配信でやったように作ってみ。むちゃくちゃ美味しい。でも例えばこれとかさ、ちょっと形としてちょっとポテトフライとしてはミスってんじゃん。これすら美味しいんだよ。やっぱ手間暇かけたもんって、やっぱ愛情が出るんだよ、人間。やっぱ本質的にすごく美味しいわ、マジで。